ロがチャージする。しかしフェルプスはもう三塁を回っている。おージョージも吹っ飛ばされました。ヤンキース先制、ジーターのタイムリー。イチローからのバックホームですけれども、このフェルプスがジョージも吹き飛ばしました。これはね、ここまで体当たりするようなプレーじゃないと思いますけどね。ベースも完全に空いてるんですよ。むしろベースよりも城島の方に向かっていったような、これはちょっと危険ですよね。